ナルゲイン森園トゥーサー、手前が岡山森園正隆、向こう側が TT 埼玉トルルスモーレゴード。ゲームカウント2対2、運命の第5ゲームです。ここからのプッシュで押し返しました。しかもノータッチでした。ここも先に攻めたのは森園でしたよね。そうですね。で台から下げたんですけど、中心からあれが来るということはこうなかなか予測しづらいですよね。はい、もう一度逆襲に行ったモーレゴードですが、攻めた森園セブンオールです。まずは森園のサーブの時に1点ずつを取り合いました。続いてモーレゴードのサーブ2本です。巻き込みサーブ、フォア前に出してバックでプッシュ、回り込んだ8-7です。ストレートに押してくるボールでこう森園点数取ってたんですけどね、やっぱりこうすかさず回り込んできますね。さすがですね。こう巻き込みサーブ、フォア前に出してドライブ、2連続ポイント9-7です。自分のサーブで2本取りましたトルルスモーレゴード。7-9。バックハンド、厳しいコースだ。サイドラインを切っていきました。8-9。タイムアウト、モーレゴード。ここで TT 埼玉、モーレゴードタイムアウト。森園のサーブがあと1本あります。まあベンチとしたら今のちょっとこう弱気なレシーブが気になったんでしょうね。サービスから目の覚めるような3球目攻撃入ってましたけど。両指揮官からアドバイスを受けました。森園、ポンポーンと太ももを叩いてラケットを握って台を眠ってルーティーン作業をこなしてプレーに備えます。モーレゴードのブロック。渡辺さん、はい、先に攻めたのは森園でした。まあ、攻めたというよりも攻めさせられたというところが多いですよね。深いつつぎですから、はい、だから多分これ上からザクッとこうつつぎ回転かけられて切られてますから、はい、どうしてもああやって上げるしかないですよね、はい、そこをうまく使った。モーレゴードマッチポイント。おしのいだ森園、笑顔はモーレゴード10-9。この土壇場で笑顔です。まあ、素晴らしいコースで打ったんですけど、まあ、森園がもうこうちょっと体勢崩しながらも打ったがためにこうナックルブロックになったんですよね、はい、もう驚きの笑顔だと思うんですけど、10-9マッチポイントは続きます。巻き込み、最後の最後で特技のチキータでストレートをついて10オール、ね、10-8から10オールデュースに追いつきました。ゲームオールデュース、窮地を脱しました森園。鋭い眼光、モーレゴードを見つめて、ナイスブロックですね。悔しがったモーレゴードですが、森園のブロック、
逆に森薗のマッチポイント、点8から3連続ポイントです。フォアドライブ、ようやく大きな声、そして安堵の表情、森薗政孝がゲームオールデュースの末トルルス・モーレ・ゴートに勝ちました。ゲームカウント3対2で岡山リベッツ吉田が勝ちました。そして第3マッチは世界選手権団体戦の日本代表岡山リベッツ森薗政孝と、そして TT 埼玉はスウェーデンの、まあ、天才と呼ばれている17歳のモーレ・ゴート。これも見ていて面白いゲームでしたね。そうですね、もう天才と言われているか天才ですよ、本当にもう多彩な技だったりとかいろいろなプレーを見せてもらいました。ただもうそれをやっぱ我慢して食らいついてた森薗が最後の最後に自分の良さを出しましたから、はい、もう本当にもう頼れる日本代表だと思います。はい、まあ、しかしあの T リーグで嬉しいのはこういった外国籍選手がもう本気でこの日本のチームのために戦っているという姿ですよね。そうですね、もう